ではこちらの論文について相田が紹介させていただきます。まず概要です。文を生成するっていう全体的なタスクにおいて、評価尺度というものを調査しています。で結局はこう文脈を考慮した単語分散表現っていうものとワードムーバーズディスタンスの組み合わせが一番良かった、ベースラインを超えたっていう風な結果になっていて、ソースコードが公開されています。まず関連研究としていろいろな文生成、要約、翻訳、イメージのキャプショニングっていうものにはこうそれぞれこういう風な評価尺度がありますっていう風になっていて、で要約だとルージュで、翻訳だとブルーとかで、あとイメージキャプショニングだと、ブルーはあんまり、そのデータというテキストのタスクだとブルーというものがあんまり良くないっていう風になっていて、でその代わりにこういう風な2つの評価尺度があります。で最近だとルージードを取るためにバートを使ったバートスコアっていうものとか、翻訳にもそのバートの分散表現を使ったりとか、あとは要約エッセイの採点にエルモとセンテンスムーバーズシミラリティっていうものを使ったっていうものがあって、どちらかというとコンテキストライズドリプレゼンテーションっていうものを使った手法が増えてきているという流れになっています。でそこで手法としていろいろなタスク、さっきまではこう部分的にこのタスクにはこれっていうふうになってたんですけど、いろいろな生成タスクを評価できるような指標というものを調査して、います。で生成文と参照文の、結局は類似度っていうか、その、一言で類似度って言っていいかわからないんですけど、その意味の近さみたいなものを測ることができることを目標にしていて、で挙げているものとしてはこう2つあって、文脈を考慮した分散表現でエルモとバートっていうものを使っていて、で出力文と参照文の意味的な距離、どれだけこう逸脱しているか否かっていうものをこうワードムーバーズディスタンスの使って、測れるんじゃないかっていうふうに述べています。なのでこれらを使って、より良いものを調べていくっていう風な内容になっています。で、その評価する指標をムーバースコアっていう風に本文中では定義しているんですけど、それには4つぐらいの要素があって、まず、一番上の流度は N グラムなんですけど、その N が1だったり2だったり、サイズオブセンテンスになるともう一文そのものをこう入れていくみたいな風になっているのでで、エンベディングだと、ワードツーベックシンプルなものを使ったり、あとバートエルモを使う。であとは、バートのもし上でバートを使った場合、ファインチューニングとして NLI のデータセットで、チューニングしたり、パラフレージングのセットで、チューニングするっていう風な手法があって、あとは一番最後にアグリゲーション、統合っていうものがあるんですけど、それが、パワーミーンズとルーティングメカニズムっていうふうな2つ挙げられています。で上の3つはなんとなく分かると思うんですけど、下のこのアグリゲーションのところだけざっと説明していきます。アグリゲーション、これは主にバートとエルモっていうその分散表現にあるもので、1個単語入れると、何層かあるんですけど、そのそれぞれの項から層から異なるベクトルが得られるっていうふうに言われていて、でそれをどうその層の数だけ出てくるベクトルをどう統合するかっていうもので、その以下の2つの手法があります。で下のルーティングメカニズムっていうのは、今回省略するんですけど、上のパワーミーンズって方はまず、全部平均取ってそれを、P 乗する、今回 P の値が1だったり無限だったりマイナス無限だったりってして、それをその3つ得られたものを最終的にこうくっつけるみたいなふうなことを取っています。で、次に出力分と、参照分の、距離を取るためにワードムーバーズディスタンスっていうものとセンテンスムーバーズディスタンス、今回その2つを用いています。
でこれらのいくつかのものを組み合わせて、まあ、より良いものが何かっていうふうなものを調べています。で実験です。実験では、4つのタスク、機械翻訳、予約、タスク指向の対話とイメージキャプショニングっていう4つについて行っています。でこれらに主に、まあ、参照文と、まあ、複数のこうシステムによる参加者システムの出力文みたいな複数の出力文と1個の参照文っていうペアが、まあ、データ内にあって、でその出力文の 方に人手の評価がある程度されている。なので、やることとしてはこちらの方を評価してあげて、で、人手評価との相関を見るというふうな流れになっています。まず機械翻訳から説明していきます。機械翻訳だと、WMT2017 のデータセットを使って、まあ、参加したシステムの出力には、まあ、15の人手評価が少なくともされています。でこの機械翻訳の評価のベースラインとしてセントブルーっていうものとメテオとドルーズとあとバートスコアっていうものを使っています。で今回4つのタスク全てにおいてこのバートスコアっていうのをベースラインに含めて実験しています。これでこうバート単体で用いてどうなるかで、おそらくそれで、ワードムーバーズディスタンスとかセンテンスムーバーズディスタンスを用いた時にの差異を見るっていう風な目的があるんじゃないかと思っています。はい。で、まあ、機械翻訳における結果なんですけど、上がベースラインで、で真ん中がセンテンスムーバーズディスタンスを使った場合、一番下がワードムーバーズディスタンスを使った場合なんですけど、結果的にはそのワードムーバーズディスタンスとバートを使ったような結果がベースラインを超えているっていう風な内容になっています。でこれ人手との相関を調べているので、まあ、高いほど良いんですけど、まあ、それにおいてもベースライン普通に使った場合よりも高い相関が得られているっていう風なことが分かっています。で一方で、まあ、センテンスムーバーズディスタンスを使った場合だと、まあ、あんまり良くない、むしろ下がっている場合が多くて、まあ、これについては、まあ、文のまとめてこう文のベクトルを作っているので、そういった圧縮した際に、まあ、情報が少し失われているんじゃないかっていうふうに考えられています。次に、要約のタスクについて、タック2008-2009、これテキストアナリティクスカンファレンスの略なんですけど、そこのデータを使っていて、要約についてはこう人で評価が2種類の評価がされていて、まずレスポンシブネスというのが内容と文法的な品質、あとは、ピラミッド評価で参照文に含まれる内容をどれだけこう多くカバーできているかみたいなものを2つ点をつけてあります。で要約においてのベースラインが、まあ、ルージュの 1,2 っていうもの と今回初めてできたんですけど、この S3 ベストみたいなやつ、これ教師ありの評価指標なんですけど、それとあと先ほども出てきたバートスコア、この4つと勝負するというふうなことをやっています。でこれにおいての結果についても、タック2008の方だと、まあ、ワードムーバーズディスタンスとバートの組み合わせが、まあ、その強者ありの S3 ベストですかねを上回っていて、まあ、ここだとちょっと負けているんですけど、2009だと負けているんですけど、まあ、それでも、まあ、戦えるようなスコアは出ているというふうになっています。で次に対話のタスク指向の、においてやっているんですけど、データは、この2つになっていて、まあ、それぞれ3種類の人で評価がされています。でインフォーマティブネスっていうのとが、まあ、情報量で、ナチュラルネスっていうのが人への応答の近さで、クオリティっていうのが、まあ、流暢性だったり文法だったりっていうふうな3つの項目で評価されていて、まあ、ベースラインがブルーメテオと、あとさっき出てきたバートスコアと、
これと競うというふうな形になっています。でこれの結果なんですけど、まあ、先ほど3つの指標が出てきたので3つと相関を取っているんですけど、まあ、全体的、まあ、高いとはいえ、まあ、全体的にもう 0.2 とかなんであんまり良くはない結果になっています。で、まあ、これによって、まあ、対話の評価っていうのが、まあ、ダントツに難しいんじゃないかっていうふうにことが読めて取れると思うんですけど、まあ、その中でも一応は、ベースラインよりは高い数値は出ているっていうふうなことが分かるかと思います。はい、で最後イメージキャプショニングでデータがこれなんですけど、今度イメージキャプショニングは人手の評価が5つ M1 から M5 っていう評価があって、で今回、まあ、M1、M2 っていうのがキャプション生成した100キャプションの全体的な品質で、 M3 から M5 っていうのがそれぞれ、まあ、正しさだったり細かさだったり顕著性だったりするんですけど、まあ、今回は、まあ、全体の品質に関する M1、M2 っていうのを使っています。で M3 から M5 はどうするかっていうと、まあ、それはフューチャーワークに、回すというふうに書いてありました。でここにおけるベースラインが、先ほど紹介した2つと、あとメテオと、あとこちらですね、これもまた教師ありの評価指標で、あとまたバートスコアが出てきて、これと比べるというふうなことになっています。でその結果なんですけど、先ほど取り上げた強者リのレイクかなが、やっぱり一番高いですけど、まあそれには、負けているけど、まあ高い相関は出ているっていうふうなことが分かるかと思います。で、まあ、ここで M とか P とか省略されているんですけど、 M っていうのが、まあ、バートのファインチューニングにこのマルチ NLI っていうものを使いましたというもので、P っていうものが、まあ、Nもかバートを使った場合にその統合アグリゲーションをするときにそのパワーミーンズを使いましたっていうふうなことを表しています。ここでもやはりワードムーバーズディスタンスとバートを使う場合が、まあ、高い相関が出ているっていうふうなことがわかるかと思います。次にディスカッションです。まず、実験のベースラインとしてこう再三出てきましたバートスコアっていうものと、今回、使ったムーバースコアっていうものの、まあ、このシステムからの出力分と、リファレンスっていうものの、距離みたいなものをこう表したグラフになっています。でこれを比較しているんですけど、バートスコア左の方だと、まあ、どちらかというとこう一つのものが一つのものに近寄っているっていう、なんか1対1の、対応対して、右側のムーバースコアの方だと、まあ、一体、例えばジャケットがウェアリングだけじゃなくて、ライフベストの方にも寄っていたりとか、そういうところで、まあ、多対1みたいな対応になっている。ね、っていうことは、まあ、バートスコアだと、まあ、少し強すぎる制約になってるんですけど、少しこちらと、まあ、ワードムーバーズディスタンスを使ったことで適切なこう距離感が取れているんじゃないかっていうふうに書いてあります。で、次に、機械翻訳のタスクにおいて、まあ、人手評価はいくつかされたんですけど、それを単純にこう高いものグッドっていうものと低いものバッドっていうものを2に単純に分けたときに、それに対してその、まあ、ベースラインのセントブルーだったりそのブーバースコアっていうものがどういうふうに評価をつけたかっていうものを、まあ、分布を取ったものを取って、調べてみました。で結果だと、まあ、左が、セントブルーの得点で右がムーバースコアの得点なんですけど、まあ、左のセントブルーっていうのは人手評価がこうグッドっていうふうに出ていても、その 1.0 のところに分布していなくて、どちらかというと 0.5 とかの中程度のところにすごい多く分布しているのに対して、でムーバースコアの方はこう綺麗にこう悪い時には悪いところに偏って、人手でグッドってつけたものに対してはこう
0.5 以上のいいところに分布するようになっているので、まあ、曲を2つの曲をきれいに表現できているというふうに述べています。コンクルージョンです。生成タスクの教師なし評価指標というものを提案して、4つのタスクでベースラインを超えるまたは迫るような結果になりました。またこれの結果でワードオブバーディスタンスとバートを用いた結果が一番良かったというふうに言っています。またこれのソースコードが以下に公開されています。以上で発表を終わります。ありがとうございました。